コロンビアで開催されている U20 女子ワールドカップで、加納道久監督が率いる U から20日本女子代表は現地9月18日、準決勝でオランダと対戦。2対0で解消した。勝利の盾役者は10番を背負う松久保マシン。前半から攻撃の中心として躍動し、いくつかの決定機一はあったが、55分にダイレクトシュートで先制点を奪うと、 83分にも冷静なフィニッシュで追加点を挙げた。89分に途中交代する際には、会場に足を運んだ現地ファンもスタンディングオベーションで、その活躍ぶりを称えた。この光景に SNS 上では、観客からスタンディングオベーション。ピッチを出る時の盛大な拍手。日本人として誇らしい、素晴らしい。松久保に拍手喝采。すげえコロンビアの人々から。 スタンディングオベーションだよ、人気あるね、といった声が寄せられた。3大会連続の決勝進出を果たしたヤングなでしこ。2大会ぶり2度目の優勝をかけて、ファイナルではアジアの宿敵、北朝鮮と激突する。